和田正幸と尾崎由香と。世界のワダックスチャンネル。さて本日もワダックスチャンネルをお送りしていきます。ということで今回は普通の。はい、ご紹介していた,い,い,いただいてます。ありがとうございます。おおえー、ラジオネームマイノンさんからいただきました。和田さん、尾崎さん、世界さん、こんにちは。こんにちは。ちは初めてお便りを送らせていただきます。私は今年新成人です。あらあら、おめでとうございます。おめでとう 私が大人になったなぁと思う瞬間は一人旅をできるようになった時です<ー>今まではライブの遠征や旅行は友達や親がいないと少し不安だったのですが今はどこでも行けるようになりましたむしろ行ってみたい県にたくさん一人で行ってみたいなと思うようになりましたし経験したことないことをたくさん経験したいと思うようになりました 今年は一人で飛行機に乗って海外に行ってみたいです。<ー><ー>素敵。わださん、尾崎さん、世界さんから二十歳のうちにやっておいた方がいいことがあればぜひ教えていただきたいです。はい。そうね。二十歳,歳ね。いやいいね新成人。おめ,でとうおめでとうございます。ます素敵。女性だからね。もうね年取ってくると二十歳とか聞くだけでもうなんか。 大きくなったねって思ってもね、のねう親の気持ちになってきたそ。そうそう、そういう感じ。何した方がいいですかね、二十歳はね。ね二十歳か。何したらいいんだろう二十歳。働いてる人もいれば大学生だったりね、専門学校生でそれぞれあるんだけども、うんね、やっぱ好き放題なんかやった、ね、プライベート話でしょうね。ねうやっぱり。何しました二十歳。二十歳の時は僕は髪の毛青色でバンドやってましたね。だから。じゃあバンドをやったわ。バンドやってみる？うん、バンドやる？ 女性ボーカルかなね。女性ボーカル。ボッチザロックみたいに。ね。始めちゃう。一人旅できるようになったんですもんね。それはね、やっぱり。素敵なことですよ。旅行が好きとか、なんか外に出るのが好きってこと。だから。女性の一人旅は、なんかいいよね。男の一人旅さ、なんかちょっと寂しい感するけどね。本当ですか。うん、旅館で、なんか止められそうな、なんかさ。あの。大丈夫かな、この人。みたいなそんなことないですよ。いる、いらっしゃいます。なんかね。いや、私は。はい。 私も旅好きで一人旅よくするんですけど先輩二十歳の時に富士山に登りたいと思って二十歳になったら富士山だと思って登りましただから山登り一人じゃないです戸松と一緒に登ったんです五合目から目から登ってあそこでレンタルもできるので登山グッズレンタルして杖とかねそう一人あの 登ってこれどういスティックで登って二十歳だって思ってそうやりたいことでした旅が好きなら山登りもいいかもしれないな達成感違うし家族でさ行ったんだけどさ小学校5年生の時「うえーっつって走って9合目でみんな遅いなって振り向いたらむっちゃ怖くてさを自覚してなんですね和田さん。 家族全員が登りたかったのに、もうここから帰るつって帰ってしまったから。もう一回登りたい。登頂できず。登頂できず。本当ちょっとじゃないですか。九号目だった。草木がなくなっていくところあるやん。はいはい。崖になるところ。そうそう。あ、あそこ。もう雲の上のね。もうちょっと。もうちょっとやったね。もったいない。二十歳登ってほしいね。登ってほしい。え、世界さんは?。二十歳。やっといた方がいいこと。二十歳。ええ、今とやってることがほぼ変わんないですね。あ、そっか。 バックダンサーの仕事したりとかじゃあダンスやってもらうダンス何でもいいと思いますから一日のうにやったほうがいいこと恋愛しとけばいいんじゃないですか一番一人旅行から二人旅行にそうそうそうやっぱ今の若い子は確かに恋愛したほうがいいと思います舞野さん切実にお茶のアドバイス少子化叫ばれてるからね 辺野さん、ぜひ一人でではなく二人旅行。もう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 すでにねいいと思いますよ。ダメでしょういやいやだってさ彼氏がいらっしゃるかもしれないよ。確かに。うん。あ確かにね。ね彼氏がいたらねなんか二人で旅行とか。二十歳のうちか。一人旅で行ったところに二人で行けると素敵かもしれないね。ああ私ここ一人行ったんだよ。そう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 。素敵なだよ。いいね。ダメな畑見て。キュンキュンするよそれは。ご飯食べて温泉入ってさ。 いいんじゃない。いい。うん。いい,<ー>い,いな。いいいいですね。二十 <laughs> 歳ね、そう,そういうデートしたら二十歳の時はも忘れないもんな。ね。これはいい。いいね。あ次いきましょう。参考にしてみてください。いいと思います。続いていきます。ラジオネーム泉さんからいただきました。和田さんゆかさん世界さんこんにちはダックス。こんにちはダックス。 私が20歳の頃劇団員をしていました<う>同級生が主演をしていてその子が成人式に出たいから実家に帰りたいと言いました<え>そうなるとその子が出るシーンの稽古ができなくなります<え>ですが主催が OK を出したので成人式の日は私が出るシーンの稽古をすることになりました <laughs>、うん、私は強制的に成人式に出られないことになりましたが、うん、そのおかげで次の舞台では主演をつかみましためちゃくちゃいい思い出になりましたいいじゃないいい話 勝ち取ったわけだから。ね。ね。人生の分岐点。ね。いいお話。いい、素敵じゃないですか、二十歳。いい二十歳の迎え方。確かに、ね、こういうね、こう芸能界の活動してたら、成人式に出れないってこと。あるね、あるよね、あるでしょうね。お、世界さん出られました?。僕は出ましたね。あ、出られた。はい、式だけ出ました。式だけ出て、お仕事。ですあ、でも、その日は一日。 ずっとオフだったんで。はい。普通に何かあの同窓会みたいな感じでしたけど、別に何も覚えてないですね。ないんですか。はい。結構一日長いですけどね。スーツで行ったの？覚えてないです。それも覚えてないぐらい、もう何にも覚えてないです。いや黒じゃないですか多分その時は。そうですね。二十歳の思い二十歳の思いで何にもないんですよ僕。駆け抜けた。 駆け抜けたというか、ただの一日でしかなかったですね。へえ。そう、お酒飲んだぐらい。はい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 。二十歳だから。それぐらいしか覚えてないですね。和田さんも覚えてないですか？俺二十歳の時はだから、髪色青でバンド仲間たちと成人式行った気がするから、ちょっと浮いてたよね。ええ。演演奏するんですか？じゃなかった。なんかその。 髪の毛の色みんなバラバラやったからさカラフルってことそうそうそうみんな黒い中僕らだけ北九州みたいな感じ彩り緑みたいなでも結構覚えてらっしゃいますねでもそこそこでいやなやつってバンドの車で移動して飲みに行った記憶があるなホウザピアちゃんは私もあでも なあの成人式はもうすぐパッと出て仲いい友達と合流してパーティーしましたね、うん、女の子で,ハレで女子荒木でパーティーしましたねいいですねうん懐かしいでも何か何したかってパッと言われるとあんまりまあ当人たちはね成人式ってやっぱり親の 子育てお疲れ様みたいなのもあるからねだからね会いに来てさそういう姿を見せたいのはあるかもしれない親孝行みたいなねこの子も独り立しするかみたいなさあっという間ですよねでも大切にしてください二十歳のエピソードね素敵な一日ですからねということで初の「ふつおた」でした今年初確かにそうかでももっとご紹介したいですねい間の限り はご、い、紹介していきましょうまた、はい、どしどしお待ちしてますということでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正之と尾崎ゆ香と世界でしたありがとうございました